大白川ダムは、岐阜県大野郡白川村、一級河川、湘川水系大白川に建設されたダム。高さ95メートルのロックフィルダムで、電源開発の発電用ダムである。同社の水力発電所、三ぼろ第二発電所に送水し、最大59,200キロワットの電力を発生する。ダム湖の名は、白水湖という、白山を水源とする湘川水系である。 大白川をせき止めたダム。別山の源流である地獄谷、湯野や蛇枝などの沢が流れ入り、さらに停滞のすぐそばの大白水谷から横取りする形でダム湖に取水している。この取水地点のすぐ下流には迷惑として知られる白水滝があり、取水によって大きな影響を被っている。ダム周辺は白山国立公園内に位置する。ダム湖ができる前、 温泉が湧き出ていたのでその成分のせいでコバルトブルー色だと言われる。今でも暖かい場所がある。このダムは同じ小川水系にあるミボロダムの水力発電出力を増強する目的として作られたもので1961年に着手し1963年に竣工した。白水湖から地下トンネルを経由しミボロ湖西岸の地下に作られた。 三ボロ第二発電所まで導水され、落差460メートルを利用した発電を行っている。岐阜県道451号白山公園線の終点にある。周辺にはキャンプ場、露天風呂及び白山の平瀬道登山口がある。ありがとうございます。